で、まあ、どんなに素晴らしい商品サービスでもきちっとした売り方で売らないと売れないよっていうことは確かにあるとは思うんですね。で、じゃあよし勉強しようじゃないかっていうことで、例えば今だったらそのインターネットにもあふれんばかりの情報がありますので、いろんな商材とかそういう教材みたいなものもありますので、まあ勉強されてみたらいいと思うんです。そうすると今度はすごいこうなんていうかな、行き過ぎてるというか、もう内容なんてなくても売れるんだっていうようなところで、とにかく売ればいいんだって言ってる人が多いことにすごい気づかれると思うんですね。で、そこに行ってしまうとやっぱり一体何のために商売やってるのかっていうことがぼやけてしまうというか、自分の中でもあやふやになってしまいかねない。それはよくよく注意しておいてほしいんですね。だから0か100かでものを考えるわけじゃないんですが、やっぱり極端から極端っていうのは実際陥りがちだと思います。どんだけいい商品サービスの売り方をやらなきゃしょうがないんで、とにかく売ればいいんだってなってくると、今度はそういうテクニックとかノウハウとかそういうものをどん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 追求していくっていうことになって、一時的に見せかけの売り上げは上がるかもしれません。でもやはりそうなってくると、本当に必要な方に必要なものをお届けできてるのかなっていうことに、もしズレが出てくるならば、その商売は長続きしない。だから一方でよくよく考えておいていただきたいのは、やっぱりどんな商品サービスであっても売るのではなく、縁があって出会った方が買ってくださるんだっていう商売の本質は忘れないでいただきたいなと思います。で、そっち側を極端に言うなら、売り込まなくてもいいし、もともと言ってたそのいいものがあるんだから営業なんかしなくても売れるだろうっていう方が正しいです。本当は正しいです。いいものがあれば営業なんかしなくたって売れるだろうっていうのは正しいです。ただ誰も知らなかったら、それにはすごく時間がかかるし、やっぱり効率も悪いですし、お届けできるまでに、本来お届けできる方、お届けすべき方にお届けするまでに時間がかかるということは、それはそれでお客様のためにはならない。だから必要な方にちゃんと分かっていただく努力はするっていうことはきちっと勉強していただきたいんですが、今の風潮というのはどっちでもこうテクニック、ノウハウ、マーケティングの手法、あるいはブランディングの手法、こういったちょっとした横文字にこう騙されてしまって、とにかく、売ればいいっていうふうになりがちなので、そこはやっぱ違うんだなっていうことは本質として分かっておいていただいた方が長続きする商いになるかなというふうに。